皆さんこんにちはそれでは2020年宅建試験に出る区分所有法の規約集会そしてその後に宅建知識を生かして官僚長短合格大作戦こちらの講義をしてまいります担当はレクセン人工種の太田ですよろしくお願いいたしますはい、えーと、今回皆さんにご紹介する内容なんですが いわゆるあの宅研試験で出てくる区分所有法の規約集会に関するものとそしてその区分所有法に関する知識を生かして、まあ、皆さんに管理業務主任者というまあ国家試験の資格試験こちらの学習をしていただきたいということでご紹介していきます。えー、とまず最初ににお手持ちにある まあ、規約集会のレジュメとそしてあとは、まあ、後半でご紹介をしていきますけれどもこちらのえ管理業務主任者、まあ、試験にえ今皆さんに学習していただいている卓研、まあ、知識を生かしてえそしてえ、まあ、受験を試みていただきたいなということでご紹介していきます。はい 最初は先に見ていただいたまあ、区分所有法の規約集会ですね。まあ、宅建試験、今、皆さん勉強されてると思います。で、宅建試験にも区分所有法が連年1台出題されてくるわけですよね。まあ、そこで問題数は少ないと言いつつ、まあ、基本的な問題だったらしっかりと得点していかなければいけませんので、まあ、そこで学習を、えー、深めていただいているんじゃないかと思います。で、まあ、この区分所有法。 に関する知識とかあとは民法に関する知識あとは宅建業法に関する知識ですとかまあ、その他いわゆる建築基準法などの知識が実は後半でご紹介する管理業務主任者という国家試験があるんですがそちらの学習に役立つことになりますまあ、ざっくり言ってしまうとですね大体この管理業務主任者の試験の範囲の半分ぐらいが 宅建で学習するものと重なってると言っていいと思うんですねまその中で特に重要な科目がまこれからご紹介する区分所有法という法律なんですねま管理業務主任者っていう試験はまいわゆるマンションの管理業者に勤める従業員の方たちが一般的に取得する資格でこの管理業務主任者って何あるのかっていうと実はマンション管理業者とそして管理組合 という団体とでマンションの管理を行うときにマンションの管理の契約を行うときに、まあ、宅建試験で勉強されているようにあらかじめどういう内容の契約なのかどういう管理をしてくれるのかそれをあらかじめ情報提供して、まあ、納得していただいた上で契約の締結に入るわけですねまあ、宅建試験でも重要事項の説明いわゆるえ買い主さんなどにあなたが買おうとしている宅地建物の ものに間違いないなですかこういう宅地あるいは宅建物なんですよということを重要事項という形で説明してまず納得していただきというかまあ,あの本当に買いたいものと一致してるかどうかということを確認して契約の締結に入っていくわけですね。まあ、それと同じようにマンションの管理に関してもこういう管理をしていきますということをあらかじめ管理業務主任者というものが説明をして納得して契約していくということで。 た、まあ、っけんっというのは、まあ、いわゆる、宅建業者不動産会社の従業員の方たちが一般的に取得するものですよね。まあ、それ以外の方ももちろん受験してるんですが、まあ、位置づけとしてはそこに勤める方たちが仕事の上で使っていくで管理業務主任者というのは今紹介したにマンション管理業者の従業員の方たちが生、まあ、かしていく資格ただもちろん、えー、と不動産会社に勤めているわけではないマンション管理業者に勤めているわけではない。 ただ、まあ、今後のことを考えてそういう資格も取っておこうかという方も当然いらっしゃると思うんですね。えー、そして今、ご紹介した2つの資格試験というのは、まあ、確かにあの位置づけは違うんですが、えー、類似している点は非常に大きいわけですね。また、試験の科目としても、えー、重なっている部分あるいは類似している法律というのもあるので、まあ、その学習したものをです、ね、ぜひ管理業務主任者の資格に生かしていただきたいなと思います。 はい、で早速、先ほどのレジュメなんですけども、このレジュメでは、全部で3つで構成されています、まずあの区分所有法という法律の全体像と、それからあとは2項で、その格論、特に規約と集会、規約と集会、特に宅建試験では集会の手続きでしょうかね、これが非常に多く問われてきていますから。 その点ではこの講義ぜひ宅見試験にも役立てていただきたいんですねであとはまあ宅見試験で主体されてきたものの問題として、えー、とこれからご紹介していく管理業務主義者の試験にも関係するよっていう部分を見ていただくことになります、はい、では早速中に入りますね、えー、最初は区分所有法っていう法律の全体像です、えー、こちらのレジュメの1ページですね まずあの区分所有法っていう法律はあの分譲マンションに適用されるちょっと変わったというか特別な法律なんですね。で分譲マンションという建物以外例えば戸建ての建物とかあの賃貸建物とかそういうものには適用ないわけですね。でそれはなぜかっていうとこの分譲マンションの作りからですね 権利関係が非常にに複雑になってくるわけです例えば戸建ての建物だったら自分が所有しているで特にその戸建ての建物の管理ですよね。自分の所有している戸建ての建物例えば屋根が古くなったから、まあ、それぞれ修繕するかとかですねそういうのって自分で決めればいいわけですね。またどこの修繕業者に 依頼するのかっていうのも自分で調べて決めていけばいいわけです。とかマンションの場合はそうはいかないんですね。なぜかっていうと一つの建物を複数の異なる人たちで所有しているからです。なので自分一人の意見でマンションの例えば修繕を行うにしても自分の人え自分一人の意見だけでは決められないんですね。じゃあ決められないからといってマンションの修繕をしないってわけにもいかないです。じゃその時どうするの。 という問題が出てくるんですね、まあ、一番理想なのはもう皆さん、えー、と民法の共有物規定で勉強していただいているように、まあ、いわゆるこのマンション分譲マンションというのは1つの建物を複数の人たちで所有している共有の形なんですね本来は。だから、えー、この共有物の管理としては、まあ、この共有者の人たちみんなの、えー、同意っていうのが必要になってくるわけですね。 だけど現実にマンションに住んでる人たちって、まあ、2人3人じゃないわけですね何十人何百人下手すると何千人とかいう人たちが一つの建物を所有しているので、まあ、その時にマンションの修繕やろうといった時に全員の意見が一致するっていうのはほぼ不可能でしょうじゃあ修繕しなくていいかっていうとそういうわけにいかないそこで区分所有法といって皆さんに勉強していただいている法律が登場してくるわけですね まあこの法律によると全員、まあの同意は不可能なんだと、まあ、そうは条文書書いてませんけどね不可能なんだと、えー、じゃあどうするかというと、まあ、基本的に多数決多数決で決めていくだから一人,、えー、人の反対者があってもダメとは言っていないんですねこんなふうにしてマンションという一つの建物を複数の人たちでまあ所有してる、まあ、共有といっても一般的な共有とはまた違うんですけどね、まあ、ただ一つのものを複数の人で共有してる なのでその場合にそのマンションの先ほど言った修繕これはマンションの管理に関わることなんですがマンションの管理どうしていくのかそしてそのマンションの管理は誰が行っていくのかそしてそのマンションの管理をどうするのかということを決めるときの手続きってどうなってるの、まあ、そういうことがさまざま決められているのでそれが宅建の試験にも主催されてきているというわけですね。はい、でここにあるように、まあ、区分所有建物という分譲マンション この管理とかあとはこれからご紹介している権利関係これを定めているのが、まあ、いわゆる区分所有法という法律なんですね。はい、で2ページ見ていただくと先ほどあの一般的な共有とは違うと説明しました、まあ、一番分かりやすいのが1つの建物1人で所有してる、まあ、いわゆるこれ単独所有ですね。で共有っていうのは複数の人で1つのものを共有してるんですが マンンションっていう分譲マンションは建物一つで複数の人で共有してるんですがあの普通の一般的な共有っていうのはこの共有者の人たちは共有物全部について使うことができます一般的な共有物規定では。とはマンションの場合はあのみんなが端から端まで使うことができるわけじゃなく自分が所有してるっていう部分が 限られてるっていうか区切られてるわけですね。えなので A さんは201号室ここを所有してここを使うことはできますが、隣の202号室の B さんの、えー、部屋の部分は使えないと。なのでちょっと一般的な共有物の規定と違うんだということなんですね。まあ、そこを念頭置いといてください。まあ他試験ではそこを聞かれることは基本的にないんですが。 共有といってもちょっと一般的な共有とは意味合いが違うんだということは知っておいてください。はい、そしてあとその次ですね、まあ、3ページのところは区分所有法の全体的な構成を規定していますえ簡単に言ってしまうと、まあ、いわゆる権利に関係するものと管理に関係するもの、まあ、その他かと、まあ、そんな風に構成されてるんですね。まあ、ここ自体は特にこの場で何か覚えてくださいとか理解してくださいということはありません。 はい、そしてあとは4ページに進んでいただきますこの区分所有法という法律で言葉の意味が定義されているんですが、まあ、この中で最も重要な部分はこの共用部分と呼ばれている部分ですね部分で、まあ建物の、マンションという建物だけ見ると専有部分か共用部分かのどちらかになっているんですね。 まあ逆に言えば、専有部分でもあり、共用部分でもあるという部分は存在しないし、どちらにも当てはまらないという建物の部分は存在しません。まあ、どちらかに必ず振り分けられるんですね。で専有部分はまあ一般的なマンションの部屋の部分です。えー、と法的には区分所有権の目的となる建物の部分。区分所有権って先ほど言った通りあり、区画されている部分の 部分を所有するっていう権利ですね。だから101号室だけ、102号室だけ。ここの部分を自分は所有してるんだ。これを区分所有権っていうんですが、その対象となり得る部分のことを占有部分。まあ一般的にはマンションの部屋の部分ですね。そしてあと共用部分。これは廊下階段エレベーターなど、マンションの人たちみんなが利用する部分と理解していただいてです。まあ、正確には、この占有部分以外の部分で、 区分所有者の人たちみんなが共有している部分です、まあ。イメージとしては廊下階段エレベーターなどみんなが利用する部分なんだと、えー、あとはその他マンションのルールである規約で定めることができる規約共有部分集会室とかですねあと管理室とか、まあ、そういったものをイメージしていただくといいですね。まあ、その他マンションが建てられている土地敷地あとはマンションっていう建物は建ってませんが マンションの人たちが駐車場として利用する土地などの管理に関係するものですねそういうものが区分所有法で規定されているんだとあと4ページの下にイメージを持てるように図を入れておきましたので、まあ、これでイメージを持っていただくといいですねはい、えー、ではもう少し具体的にご紹介しておくとこのマンションの 建物という部分は、専有部分と共用部分のどちらかに振り分けられますと、こう説明しましたよね。で、問題は、その専有部分、それから共用部分の、まあ、いわゆる権利関係、そしてその管理ですね、それをまず基本事項として知っていただく必要があります。まず、マンションの部屋の部分、これ、専有部分なんですが、専有部分は、 それぞれその専有部分を所有する人がいるわけです。例えば101号室は A さん102号室は B さん。まあ、こんなふうにしてあの各部分ごとに、えー、所有してる方いらっしゃるわけですね。でその専有部分の所有者っていうのはその専有部分をまあ購入した人などがそれにあたるわけです。あとはあの実務的な話にもなりますけどもマンションの101号室を買う時に、まあ、A さんが1人で 購入する場合もあるし A さんとその B さんが夫婦で夫婦ともに一緒に購入するとかいうこともありますそしたらこの101号室の部分は A さんと B さんという夫婦が共有している専有部分で、この専有部分に関してはすでに皆さんご紹介勉強されていると思うんですが一般の共有物規定が適用されるんですねまあ、そのことがレジュメにも記載されてあります で次問題はこの2番目のところなんですけども共用、えー、部分に関してじゃあ誰が所有してるのかここにあの全体共用部分一部共用部分ってあるんですけどあのマンションの形態として複合用途型ってやつがあります複合用途型って何かというと例えば仮想界が店舗って 店舗や事務所で上層階が住宅になっているようなマンションです。まあ、皆さんも見たことがあるんじゃないかなと思うんですね。でその時にあの共用部分はそのマンションの人たちみんなが利用すると言いましたが、例えば店舗の人たちが利用する店舗の人たちのみが利用する共用部分、これ一部共用部分っていうんですね。であと住宅だけを、えー、住宅の人たち住宅部分の人たちが 利用する共用部分これも一部共用部分ですだからみんなが利用するんじゃなくて一部決められた人が利用する部分これを一部共用部分で、店舗や住宅の人たち関係なくみんなが利用できる全体共用部分というのがありますで、まずあの全体共用部分についてですがここは誰が所有しているかというと区分所有者全員まあ、区分所有者って先ほどご紹介した専有部分所有する人ですね でその人たちみんなが利用しているでいいその人たちみんなが共有しているえこれがまず基本です。で一部共有部分はこの店舗部分の人たちが共有している住宅部分の人たちが共有しているということです。あの特に店舗住宅分かれてない住宅のみのマンションっていうんであれば一部共有部分って存在しませんので、まあ、いわゆる区分収支者全員が共有部分を共有しているっていう状態なんですね。 それをまず理解してておいてください、はい、で、まあ、そのほか管理所有とかいう規定もあるんですがここまでは宅建の試験の学習で今どうしても必要ではないですから、まあ、こういったところは省いていきますね。はい、で問題なんですけどもあの、まあ、住宅部分しかない分譲マンションとして説明すると、まあ、その共用部分はその 区分所有者の方たち全員が共有しているのが原則なんですねあとはその持ち分割合ですね共有というからにはその持ち分割合がありますで、その持ち分割合って何を基準にしてるんですかと一般の共有物は何を基準にしていましたでしょうかねこれも宅検試験の学習をされている方だったら勉強してたはずですね一般の共有物に関しての持ち分割合って まあ結局頭数なんですよね平等したがって2人で共有してるんだったら2分の13人で共有してるんだったら3分の1これが原則です、まあ、もちろんあのもちろん共有者間で私たちの間では、えー、と2分の1じゃなくて私3分の2あなた3分の1にしましょうって決めてるんだったらその持ち分の割合になりますが、まあ、特に決まってないんだったら頭数で平等ですねじゃあ今ご紹介した共有部分に関して 区分所有者全員で共有してるんですがじゃあ持ち分割合の基準って何ですかはい、これは宅建試験でも大事な基本事項なので、えー、覚えてください共用部分についての持ち分割合は各共有者の有する占有部分の床面積なんだとこの共有者は区分所有者になりますつまり各区分所有者が所有する専有部分の床面積この割合によって 共用部分分の持ち分割合も決まるえすなわち、えー、広い部屋を持ってる人ほど持ち分割合が大きくなるこれが原則ですね、はいえー、これはまあ基本事項ですから一つ覚えておいてくださいはいで次なんですが、えー、と今度はこの共有物の管理今ご紹介したように区分所有者全員で共用部分を共有している形になるんですがそうじゃあその共用部分について管理どうするのか あの、マンションの外壁とか屋上とか、えー、そういったものも共用部分として共有されているわけですね。で、その時の管理の仕方です。まず、基本はこの表にある管理行為、これがまず基本です。基本の形です。マンションでの管理をする時に、この管理の仕方をしよう。あるいはこういう管理で行おうって言った時に、この普通決議という決議で行いましたよね。まあ、いわゆる区分所有者及び議決権。 各過半数で決めていきます下のワンポイントに書いてありますイメージとして区分所有者議決権というまあ投票用紙2種類あってどちらも過半数に達していないとダメです。これが普通決議です。この決議は基本ですよね。ただし保存行為や変更行為もあり保存行為は各区分所有者が単独でできます。変更行為、例えばあのマンションの外壁の修繕をしようといった場合は 形紅用が著しく変わらないので警備変更として先ほどの管理行為と同じように普通決議ですしかしマンションに今まで取り付いていなかったエレベーターを取り付けるといった場合は形紅用が著しく変化するので重大変更重大変更は特別決議として区分分所有者及び議決権の各4分の各ですねこれなども試験に出載されてきていますからしっかりとここは覚えておくようにしてください あと、あの重大変更と警備変更の違いなんですが、まあ、条文上はこうなってますね。共用部分のうち、形状または公用の著しい変更を伴わないもの、つまり例えばマンションの修繕前,前と修繕後で、まあ、特に形が変わらないんだったら警備変更、しかし形が変わってしまったり、公用が著しく変わってしまう場合は重大変更、えー、先ほど言った通り、マンションに取り付けられていなかったエレベーターを取り付ける、今までエレベーターなかったものが、エレベーターが 付けられるわけですから形公用が一律しく変わりますよねこれ重大変更と言って特別決議でしたはいまあ、こんな風にして、えー、マンションの管理をしっかりと見ていくということですあとですねまあ、ここはあまり試験に宅建試験に主催されてきませんが、えー、先にご紹介したこの専有部分とそれから共用部分の関係なんですね専有部分と共用部分の関係まあ、これも基本事項だけご紹介しておきます え専有部分これを例えば売却したいなと思う人が当然いらっしゃるわけですねえ自分の専有部分を売りたいでまあ買いたいって人が現れた時に売買契約締結するんですが既、まあ、に皆さん勉強していただいているように日本では建物とそれからあとはあの土地これは別々の不動産ですよね。まあ、したがって例えば建物を売買する その時一般的にに土地も売買すするんですが契約は2本になりま,すまあその2本の契約を一緒にやるのか、まあ、別々にあるのかはどちらでも構いませんが土地と建物は別不動産として売る場合もそれぞれ別個に契約しないといけませんまあ契約する時はあの同時にもちろんしても構いませんが法的には契約は別契約になるわけですね。でマンンションの場合はどううかというとい マンションの場合も専有部分とその専有部分を利用するための土地の権利これが必ず必要になってきますでその時専有部分を売ったらば、えー、っとこのマンションのその土地の,け、えー、土地の権利の売買も本来別にしなきゃいけないはずですねところが区分所有法という法律では専有部分とその専有部分にかかる敷地料金、まあ、土地の権利は実はくっついてるので建物の売買だけすれば 土地の売買契約をあえて行わなくても一緒にワンセットで契約ワンセットで売買されることになるんですね。それからあとは専有部分とその専有部分を所有している人は区分所有者で共用部分にも権利がありますよね。でこの共用部分も実は専有部分を売ると共用部分の権利も一緒にくっつきます。なので、まあ、結,論と結論から言うとと専専部部分分をを売却すると専用部分を えと所有するための土地の権利、えー、そしてあとは共用部分の持ち分これが全部ワンセットで移動することになります売却されることになるんですね、まあ、そういう原則があるっていうことが区分所有法で規定されています、はいまあ、例外もあるんですがそこまでは、えー、今回は踏み切ることはしないようにいたします、はい、では次なんですけども今度は8ページですね えー、区分所有者の義務、この区分所有者の義務、もう、達試験ではあまり被災実績は少ないかもしれないですね。ただ、まあ、区分所有法では、えー、マンションの人たちに、他の人たちに迷惑をかける人に対する措置っていうのが用意されています。マンションっていうのは、まあ、ご存知の通り、一つの建物をみんなで利用してますから、まあ、どうしても他の人たちに迷惑をかけるような行為をする方が出てきます。例えば カラオケ好きで真夜中でもカラオケをガンガン歌ってると、まあ、そういう人っているのと思うかもしれませんが、まあ、もちろんいないのがの望ましいんですけども、まあ、必ずいないとは限らないです、えー、またあのペットを飼っちゃいけないっ言ってるのにペットを飼ってたりとか、まあ、やっぱりそういうことが起こるんですね、まあ、これに関する判例もかなりあります他の人たちに迷惑かける行為 どんんなものがあるんですか、まあ、かなり信じられないような判例も上がってるんですけどね、まあ、そこはここでは説明しませんが、まあ、いずれにしても一つの建物をみんなで利用してるわけですから他の人たちに迷惑かけないようにしましょうとただもし迷惑をかけるような人が出て言っても言っても聞かないならば最終的にその人に対して何らかの措置をしないといけないんですよねそれがここで書いてある、まあ、いわゆるこの区分所有者の義務の一つとして共同の利益に反する行為つまり みんなななの迷惑になるような行為これ、しちゃいけません。当然ですが。ただ、そういうことをする人に対しては、まあ、次のような請求ができるようになってるんですね。まあ、全部で4つあります。えー、1番目の行為の停止等の請求。これ、名前の通りで、みんなに迷惑をかけるような行為やめろと。あとは、234なんですが、えー、使用禁止請求。それは、その迷惑をかけている人が所有している占有部分を使わせない。売請求は迷惑をかける人を ももううそのマンンションからら出てってっ引き渡し請求はいわゆるこれはあのマンションの占有部分を借りている所有者でない区分所有者じゃない占有者と呼ばれている人たちこの人に対する措置なんですが、まあ、あのマンションの占有部分を借りてそこで生活してるところがその占有者がみんなに迷惑をかけるっていった時に最終的にこの占有者を追い出していくこれが引き渡し請求です。 えー、やめろという行為停止請求はこれはみんなに迷惑をかける区分収有者、占有者が対象となります。で2番目、3番目は区分収有者のみで4番目は占有者ですね。あとはその,あの手続きなんですけど1番目の行為の停止等の請求は、えー、これは単に口でやめてくださいと言ってもいいし裁判に訴えても構いません。というか下の2、3、4はこれ裁判に裁判を必ず起こさなきゃいけないんですね。あの勝手にマンンションの人たちだけで 例えばこのマンションから追い出すんだとかそれはできませんそれができるかどうか裁判所で判断してもらうんですねで、ただ裁判所に訴え起こす前にこちらの234に関しては特別決議を必要としますまたこの迷惑をかけている区分所有者や専有者に対してなぜ迷惑をかけているのかと何度も注意してるじゃないですかそれでもやめないのはんでという弁明の機会というのは与える必要あるんですね 行為の停止等の請求は下の234の手続きと異なってきますから、まあ、管理業務主任者の試験など受験しようとする方はその違いなど,の違いなどを知っておいていただく必要がありますね。はい、えそしてあとは次9ページからとなるんですが、まあ、いわゆるマンションの管理を、えー、と誰が行っていくのかということですね。 まあ、マンションの管理は先ほどご紹介した、まあ、一般的には普通決議で決めていくんですけども、まあ、それが決まった後は誰が管理の実行していくんですかまず筆頭は管理組合ですねこれはマンションの人たち全員がメンバーとなって当然に作られる団体ですこの組合というです、ね、団体が管理していくであとはもう1つはその組合という団体当然作られるんですが その組合のメンバーである区分所有者の人たちがいるんですけども、まあ、その人たちが選んだリーダーさんこのリーダーさんのもとで管理してもらう、まあ、そのリーダーさんのことを管理者って言いますあの管理員さんとは違うので注意してくださいよく間違えられる方がいるんですが管理員さんと管理者は違いますからね、まあ、イメージとしてはマンションの区分所有者の人たちのリーダーですただまあこの管理者は、まあ、区分所有者の中から選んでも結構ですし ほ他の区分所有者以外の方から選んでいただいても結構です。で試験ではこの管理者に関する、まあ、いわゆるあの権利義務職務などが主催されてきたりとかするので、まあ、ここもお手持ちのテキスト等で確認していただくといいですね。はい、そしてあとは管理組合を法人化して法人によってマンションの管理をしていくでこの法人の手続きなんですけども、まあ、いわゆる特別決議そして 法人となる旨の登記これが必要となってくるんですね、はい、でこの法人となった場合は役員を必ず置かなきゃいけません。それは理事、幹事という役員です。まあ、理事がそのマンションの、まあ、具体的な管理を、まあ、法人の役員として行っていきます。で幹事はこの、えー、理事をです、ね、見張る役目です。ちゃんと仕事やってるかどうかっていうのは見張る役目。 でこの理事と幹事を最低1人ずつ置かなきゃいけない,い,けないことになっています。はたっけん試験ではあまり法人の組織自体は聞かれることはありませんが、まあ、基本事項なので今紹介したものは知っておいてもらうといいですね。はいまあ、以上のように区分所有法では管理組合という団体が当然作られて、まあ、その管理組合で管理していくというのが、まあ、あの管理組合で管理していくという方法もある。でさらに それだけじゃなく自分たちのリーダーさんである管理者を選んで管理者のもとで管理していくあるいは法人化して法人のもとで管理していく、まあ、どれでも構いませんあと注意してほしいのはこの形以外で管理しちゃいけないと言っていないんですねこの形以外のものでも管理することはできます、まあ、実務上では法人化されてない管理組合においてあのいわゆる役員っていうのを選任して その役員で構成される理事会というところで、理事会というところがま管理の中核として管理していくっていうこともあります。まあ、いずれにしても区分所有法では管理組合、管理者、法人とありますが、まあ、これ以外の形で管理しちゃいけないとは言っていません。ただ宅建試験ではそこまで踏み込んであ,あの出題,出題されることはないので、まあ一応3つの形があるよってことだけ知っといてもらうといいですね。はい、そしてあと11ページ行ってもらって規約。 まあこの実は規約というのが非常に重要で、まあ、いわゆるマンションそのマンション独自のルールですね例えばあのマンションでマンンションの専用部分を店舗として利用していいかどうか事務所として利用していいかどうかあるいはペットを飼っていいかどうか、まあ、こういう問題現実にあるんですけども法律上は何も制限ないです,、えー、ですからまあ店舗や事務所として使ってもいいしあるいはペットを飼ってもいいわけです。 ただ、マンションごとによって、いやいや、うちのマンションではそれやめようよというルールを作ることができます。えこんなふうにして、マンション独自のルール、これを規約です。だから、マンションごとによってそのルールが違うので、注意してください。あとは、基本的にマンションの管理に関するものであればえ、この独自のルールによって管理を決めていくことができます。はい、えそれをまず知っておいてくださいね。えそれが11ページに書いてあります。 まあ規約で定めることができるのはもう全然マンションの管理と関係のないものはもちろんできません。えー管理えー、マンションの管理に関係するものについて自分たち独自のルールを定めることができます。でこの規約を定める場合ですねあるいは変更・廃止する場合は特別決議によってきます。これも試験に出てきていますからしっかりと覚えておいてください。はいまあ、このようにしてこのマンションの管理するもの それからあとは、規約を作ってマンションの管理をしていくあとはもう一つマンションの管理の決め事を行う、まあ、先ほどのうんと管理者あるいは管理決め法人こういう人たちを選任するとか法人化するとかあとは規約を作るという時にはマンションの人たちが最終的に決めていくんですね。でそれどこでで決めるかというと集会なんです でこの集会の手続きが、宅っ試験でも、まあ、かなり聞かれているんじゃないかなと思います。まあ、そこで、えーとまあ、ここに書いてあるもの以外も当然聞かれているんですが、まあ、集会の手続きはしっかりと学習していただいた方がいいですね。まあ、簡単にポイントだけ述べると、まずマンションの集会は管理者がいるマンションでは管理者が集会を招集します。で集会の招集は通知によって行うんですね。でその通知は 開設よりも少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して区分所有者に発していきます。で、その際具体的な内容までえっ、ー、と通知しなければいけないものが特別決議の中で一定事項あの示されています。例えば重大変更とか規約の設定変更廃止とかまあ、そういったものはあの。 目的だけじゃなく議案の要領と必要なんですね例えば規約を設定しますという目的だけ掲げても具体的にどんな規約を作るのかっていうことを示しておかないとそれはあの賛成しようか反対しようかあらかじめ決めていけませんよねということで具体的なものを示していきますこれ議案の要領と言いますまあ、全てのものに示す必要はなく特別決議で一定以上のものですね あと議決権は先ほどご紹介した区分所有者及び議決権各過半数とか4分の3とかありますがその議決権の割合は原則として共用部分の持ち分割合すなわち専有部分の床面積割合ですね。あとあの決議事項の要件としてはまず基本もう普通決議で各過半数です。だからもし、宅建の試験の問題でこれって何決議ですかと出てきたらもう基本普通決議です。 ただ特別決議とか立て替え決議に該当するものは4分の3とか5分の4になります。だから特別決議とか立て替え決議に該当するものを覚えておきそれに当たらないんだったら普通決議なんだそう理解していただいていいです。あとその他か5分の1を要求している集会の招集請求とか集会の招集とかあとは各区分所有者が単独で行う ことができる共用部分あじゃあねや、えー、と保存行為ですね共用部分の保存行為などを知っておいてもらうといいですね。あとは12ページ4番目、この占有者の取り扱いです。まえー、先ほどご紹介したとおり、賃借人などがこの占有者に当たるわけですね。で、この占有者は区分所有者じゃないので、まずあの集会に参加できる、参加することはできません。区分所有者じゃないからです。ただあの占有者もマンンションの この集会の決議とか規約で決まったことに影響される場合があるんですよね。まあ一つ例を挙げるとすればうんと例えば今までペットを飼っちゃいけます。あごめんなさい今までペットを飼ってもいいですというマンションがあってでそこの専有部分を借りて、えー、ペットを飼ってる専有者がいるとしますよね。ところがその後マンションの規約でうちのマンションはペットを飼っちゃダメ。 とというう規約が作られようとした場合もしその決議が成立したらその占有者は「ペット処分しなきゃいけなくなくっちゃいますよ、ね、いやそれはちょっとやめてください」と占有者反対したいんでしょうが集会に出席して議決権行使する権限ないですから反対という投票ができないんですね。じゃあ指加えて見てなきゃいけないかっていうとそれもさすがにかわいそうだなと。 まあそこで利害関係を有する議案に関しては集会に出席して意見を言えますただ意見を言えるだけで議決権は行使できませんあとは意見を言ってそれをまあ取り入れてじゃあペットを飼うのはやめましょうというふうに否決されるかいや関係ないんだということで決議が成立しちゃう場合もありますで決議成立してしまったらもうその占有者もマンションのルールに拘束されることになるので、まあ、処分しろと言われたら処分せざるをえないですね、まあ、それが嫌だったら、まあ、どこか他 にペットを飼ってもいいマンンションにあの住み例えるしかないですよねう者じゃないいからということですね、まあ、こんなのも試験に関係してきますので一つ確認しておいてください。あとその他ですね宅建試験にはあまり主体されたことはありませんがあのマンションが地震等で壊れちゃった場合に復旧するのかしないのか直すかどうかっていう話とあとは古くなったマンション建て替えをしようかどうかっていうそういう取り決めも 区分所有法の中で取り扱いをしてますでこの中で1点だけちょっと説明するとその決議の仕方ですねで復旧に関してはマンションの価格の1 2分の1以下のものを復旧する小規模メッスの復旧と呼ばれているものと1 2分の1の価格を超える復旧をする大規模メッスの復旧って2つあるんですがこちらの小規模メッスの方は原則各区分所有者が単独出てきますが普通決議によっていやみんなでやろうじゃないかという 仕方ができます大規模メスの復旧の仕方は特別決議なんですね、まあ、むしろこの大規模メスは特別決議なんだっていうのはちょっと知っといてもらうといいですねあとはマンションの建物を全て壊,壊して新しく作り直す、まあ、実際はかなりの利害関係が出てくるしお金もかかります現実もう相当多い分譲マンションでも建て替えを行っているマンションって本当一握りなんですね。それだけ難しいのは現状です でこの立て替え決議は唯一区分集会の手続きも一般的な手続きとはまた違ってるんですね。まあ、試験対策としてはそこまではいいかなと思うんですが、まあ、ちょっと違うよということだけ知っておいてください。あとその他、か、えー、託試験では主催された実績は、まあ、記憶の中ではないと思うんですが この団地に関係するものとかあるんですね。まあ団地ってちょっと一般的な皆さんがイメージしている団地とは違う。えー、違うものです。一般的な団地というと、なんか同じような建物がいくつも並んでいるとかいうイメージです。まあ決してそれも間違いではないんですが。あの区分所有法で規定している団地ってのはちょっと違うんですね。まあどういうものか一例だけ紹介しておきます。まあ一番典型的なパターンとして。まあいわゆる一団地内の中に複数の。 分譲マンションがあって、その建物の所有者の人たちがみんなで共有している土地があったときに、この共有している土地を管理するために団地っていうのは成立するんですね。で、そうするとこの土地を管理するために団地っていうのは成立して、団地管理組合っていうまた共有している土地を管理するための団体が作られるんですよ。えー、ちょっと難しいんですが、まあそういうものも区分所有法に規定があるよということを知っておいてください。 はい、そしてあとは進んでもらって、えー、2項の格、えー、論ですね、まあ、これ規約の設定変更廃止の手続き先ほどご紹介しましたように、えー、特別決議、あとはその決議をするときに例えばあの特別な影響を受ける例えば今までご紹介したようにあ、ごめんなさい、例えば今まで店舗や事務所として 専有部分を利用していた区分収支者がこれから店舗や事務所として利用できませんとかいう規約が成立しそうになっているときにそのままだとあの自分が反対しても他の人たちが賛成しちゃうと成立しちゃいますよねだからそういうことがあるとえいじめになってしまいますからもしそういう店舗や事務所を持って利用している人がいたらその人の承諾がないとたとえ4分の3の決議が成立してもけえっ、ー、と規約,の規約は不成立 あとあの試験にはあんまり出てきませんが、実は公正証書によって規約を設定することもできるんですね。集会の決議外、これは最初に建物の全部を所有しているものができます。えー、これ4つあるんですけども、まあ、ここまで宅建試験で覚えていただく必要は少ないかなと思います。で、ポイントはあの最初に建物の専有部分を全部所有しているものなので、まあ、一般的にはあのマンションの販売をするマンション、分譲業者などがそれに当てはまります。 まあポイントは最初に、一番最初に全部、専用部分の全部を所有しているというのがポイントですね、はい。その後18ページ行っていただいて、まあ、規約の作成、保管、閲覧、これはあの集会の議事録も同じことが言えるんですね。はいえー、とポイントとしては、この規約や集会の議事録の管理者とか、あと閲覧請求などを見ていただくといいですね。 それかあと集会の招集手続き、これも先ほどご紹介しましたが管理者がいるマンションでは管理者、いないマンションではしょうがないので区分所有者の5分の1、議決権の5分の1以上を有するものが集会を招集できます。あとは管理者がいるマンションでも管理者に対して集会開いてよという招集請求ができます。この時も5分の1、5分の1なんですがこの5分の1を規約で減じることができます。増やすすすここととはででででききないんですががでんががじるるね あと、管理者を選んでいるマンションは、管理者、年に1回、自分が何をしているのかっていう事務の報告をするために、必ず1回集会を招集しないといけません。で、この報告は必ず集会という場で行わなきゃいけないんですね。はい。その赤あと19ページを見ていただくと、はい。えー、これも先ほどご紹介しましたが、まあ、招集手続きの規定ですね。 あとはの、えー、と専用部分が共有だった場合には、共有者の1人に対して通知すれば足りるとか、あと宛先とか、あとは通知するのが面倒くさい場合に、マンションの規約で、えー、あらかじめ建物内の見やすい場所に掲示して通知に、通知,を通知に変えて済ますとか、えー、そういう規定があります。あとは、こちらも、まあ、宅研試験ではあまり記載されることないんですけども、えー、議案の容量ってやつもつけなきゃいけない。 これは特別決議条の中の一定事項ですね試験対策としては教養部分の重大変更とか規約の設定変更を廃止あとは建て替えぐらい押さえといてもらえばいいのかなと思いますはい、そしてあと20ページのとこですねえ決議の仕方先にご紹介したように基本は普通決議ですただし 特別決議は建て替え決議にあたるものは4分の3や5分の4を要求しています。まあ、逆に言えば特別決議は建て替え決議にあたらなければ普通決議による決議なんだそう理解しておいていただいていいです。あとはあの議決権行使の方法とか書面電子的方法による決議とかありますが、うん、まあ例えばマンションの集会に参加できないっていった場合は あらかじめ書面で賛成、反対を示していたり代理人を選任して反対、賛成をしてもらうということもできるしあとはもう近年集会自体その場,所確保の場所の確保とか出席が難しかったりとかするのでもうあらかじめメールとか書面で賛成、反対を集会開かずに行うという方法も認められているんですね。 はいまあ、以上のような規定があります。す、ま、べ、あ、て、宅見試験に共通して主催されるとは言いませんけれども、まあ、基本的な事項もかなり含まれてましたので、まあ、学習を深めていただくといいですね。で、問題は次の21ページのところです。まあ、宅見試験の問題として、今、ご紹介したようなところが出ています。そうですね、まあ、ポイントを,、うん、をつかんで言うと、あまり主催されることは少ないんですけど、この義務違反者に対する措置ですね、先ほどご紹介しました。 あの決議の仕方えー、何の請求が普通決議で何の請求が特別決議なのかこの決議の仕方ってやっぱり卓研でよく聞かれているので、えー、そこはあの基本事項を押さえておいてもらった方がいいですね。えー、そしてあとは22ページです、はいえーと。3番目の問題ですけどもこれもまた答えは2番目誤っていますけども先にご紹介したこの 共用部分の変更、重大変更は各4分の3、えー、そして普通変更、うん、と警備変更は各4分の3なんですが、この規約で減じることができるかどうかっていう問題ですね。うんとちょっと加えて説明しておくと、あの先ほど見ていただいた決議、特別決議だとか普通決議だとかありましたよね。であのの決議の仕方なんですけども この普通決議の各過半数って規約で変更することができます。特別決議は基本的にダメです。ただ1個例外あるんですね。それが重大変更、区分所有者の頭数だけ過半数に現じられます。縦替え決議は、これは5分の4変えられません。なので普通決議は各過半数からうちのマンションでは3分の1でいいよ。 ただ特別決議と立て替え決議議とてのの4分の3は崩せませまん。ただ1つだけ重大変更については区分集者の頭数だけ過半数まで減じられるのでこれは覚えてもらった方がいいですね。それが先ほど見ていただいた問題の正解肢に関係するわけです。あと22ページの下のとこです。これはまあ集会の招集手続きです。4番目が誤っ,ってるんですが4番目を誤りとして気がつくというよりは 1>, 1番目、2番目、3番目、えー、これがまあ罰なんだから、4番目誤りです。ただまあ、そうは言っても、難易度としては高い問題だと思うので、まあ、必ずこれができてもらわなきゃダメとは言いません。まあ、1つでも2つでも、丸ツがつけられる足を増やしてもらえればいいと思うんですね。はい、まあ以上のように、区分所有法の規約集会の、えー、達見の試験に関係する部分でした。で、これからは、この管理業務主任者の、 資格についてですねはい、ではこちらのレジュメまずあの管理業務主任者なんですけどもえ試験は毎年12月の1週の日曜日に行われるっていますなので宅検試験終わってからだいたい1ヶ月半後ぐらいに試験行われるのでまあ、宅検試験受験されてなおかつ管理業務主任者の受験もやりたいという方はまあだいたい試験の時間として1ヶ月半ぐらいあるんですね なので、その中で学習を深めていただければ、管理業務審査の合格も難しくないです。というか、実際合格されている方も、まあまあいらっしゃいますからね。で、試験の形式なんですけども、これは、達見と同じで、4試択一のマークシート方式、2時間です。だから、全く形式同じですね。あと、申し込みが9月からとなっていますから、これも確認していただき、受験される方は、しっかりと申し込みをしてください。 であと合格率ですねこれは達見試験よりも合格しやすいもので大体いい20%ぐらいでしょうかね20 21から23%ぐらいで近年推移していますえ合格点も達見試験と同様にえ一律決まってるわけじゃなく変動してますだいたい35点ぐらいを1つの目安にしていただいていいんじゃないかと思いますあとは試験科目ですね 次のページに進んでもらって、まあ、大きく3つ分かれます法令系と実務会計系と設備系ですねで法令系は何が宅研試験と重なっているかというとえ先ほどご紹介した区分所有法宅研試験では例年 1, 段 1, 段、えー、1問ですけども、えー、こちらの管理区務子衆の方では大体6問ぐらい出てきます、まあ、固定しているわけじゃないんですね。問問の年もあったり7問の年年ももああっったたりりとかして ちょっと変動する時はありますが大体まあ6問前後と考えていただいていいですで。試験の内容としては先ほど私が皆さんにご紹介したようなものが試験の問題として出てくるわけですね。卓研の試験に出てきているような問題ももちろん出てきています。ということでここは重なります。ただ問題の被災数は違います。で次に標準管理規約とあってこれ法律ではないんですね。実は規約のひな形マンションで規約を作ることを認めていましたね。 じゃあ、作れと言われたときに、じゃあ、実際にマンションの人たち、どんどん規約を作れるかというと。まあ、おそらく、そんなに簡単に、あの、作れる方って、まあ、専門家でない限りはいらっしゃらないと思うんですね。まあ、作れと言われても、どんなものっていう話になります。え、そこで、国交省が、国土交通省が、そのマンションの規約の見本。ひな形を出してるんですね。そのみ、えっ、ー、と、雛形が標準管理規約と呼ばれているもので、試験では、この。 内容が聞かれたりとかします。で、ただ、これは区分所有法の延長のようなものなので、区分所有法をしっかり学習していただければ、標準管理規約もまあ十分理解できると思います。で、近年はこの標準管理規約の出題数が多いです。ただ、これも問題数は前後します。10問前後まあ、だから固定しているわけじゃないんですね。え、その他民法。これは宅建試験と基本的に重なります。 えー、例年大体10問ぐらいただあの全く同じかというとちょっとあの主催される分野が少し違います、えー、例えば物件変動に関する問題例の,、ね、の二重譲渡の問題だとかそういう問題の実績はほとんどないですねあとは低当権に関する問題も、まあ、主催実績は少ないです全くないとは言いませんが。 それからあとは代理とかそういうところは基本的に重なりますねただその他の委任契約とか受け契約って宅検試験ではあまり主催されていませんけども管理業務支援者の試験ではそういうところを主催されたりとかあと共有規定ですね共有規定も宅検試験ではそんなに主催頻度高くないんですがこちらの管理業務支援者の試験では共有物規定って民法の中でも重要なんですねなので宅検試験と比べたときに試験の学習範囲は 同じなんですけどもちょっと主体されるあの分,分,野の分野の偏りが違うっていうことだけ知っておいていただきたいんですだから学習する時はその偏りを参考にしつつどこに力を入れて復習するのかっていうことを確認しておいてくださいあとマンション借り適正化法ですねこれは簡単に言ってしまうともう冒頭でご紹介した管理業務主任者って何やるの マンションの管理組合とマンンション管理業者が契約をする、まあ、マンンション管理業者というのはマンションの管理をする専門業者なんですが、まあ、そこと契約する時にあらかじめ契約前に重要事項として説明し,し,しろとかあと重要事項書面に記名を応援するとかあとは契約成立した時の書面宅建試験では37条書面になりますが、えー、と管理業務主任者の試験でもそのマンション管理適正化法で 組合とマンション管理業者が契約を締結した時のその書面に管理業務主任者の記名押印を要求していたりとか、まあ、非常によく似てる、まあ、似てるというか宅建業法をベースにしてこのマンション管理適正化法っていうマンション管理業者に対する規制を主に取り扱ってる法律,の法律なんですねだからまあ学習していただければわかるんですが宅建業法とよく似てるところがあるので学習はしやすいと思います。 あとあの実務会計ですけども、えー、と実務会計は実は重なっている部分はほとんどないです。まあ、不動産登記法という法律が時々出てくるんですね、毎年じゃないんですが、それがまあ宅検試験とかあ、宅建試験と管理業務審査でちょっと重なっているかなぐらいです。ただ、特典は比較的しやすいですで。会計って書いてあるんで、何かあの難しい計算をさせられるような問題が出るんですかと。 思われる方がいらっしゃるかもしれませんが特に難しい計算はいたしませんあのマンションの管理組合マンション管理するために区分所有者から管理費や修繕積立金を徴収しマンションの管理のためにお金が出ていきますねそのお金の流れに関する問題として仕分けっていうのがあるんですねいくら入ってきていくら出ていったどういう名目で入ってきてどういう名目で出ていく まあこういうのが仕分けと呼ばれているものですが、まあ、自分で何か計算するわけじゃなく正解者を選ぶという問題ですから、まあ、そんなに難しいってわけじゃないしあとはお仕事で会計関係やってる方だったらもう私も説明するまでもなく分かるんじゃないかなと思います、はい。ただ問題数もそんなに多いわけじゃないですから、まあ、基本事項さえしっかり学習していただければ得点するのはさほど難しい問題じゃないと思います。 そして一番厄介なのはこの設備系ですね設備系の問題えっ、ー、と宅建試験では建築基準法という法律があるんですがそれと重なるところがあります、えー、宅建試験ただうんといわゆる都市計画区域内で適用される規制、まあ、これを集団規定と呼んでいますよねで全国一律どこに建物を建てても適用される規制これが、まあ、いわゆる単体規定と呼ばれているんですが 管理業務主任者の試験ではその単体規定と呼ばれているものからの取材が多いです。例えば、あの、飛来設備は高さ20メートルを超える建物に設置しなきゃいけないですかとか、非常用の昇降機は高さ何メートルを超える建物に設置するんですかとかですね。えー、それからあとは、うんと、教室の窓の大きさ。 これは床面積に対してどのぐらいなんですかとかまあそういうのは宅建の試験に出ていますがそういうものを中心に管理業務支援者の試験にも出ていますただしここは難解なものが多いです皆さんにレッグがテキストの情報として提供いたしますがそれから外れる問題も当たり前のように出てきます都、まあ、年によってその数は変動しますがまあ、正直言って私が見ても 正解を出すのは相当難しいという問題もちらほ,ちら,ほらあります。ただこの対策としては、まあいわゆる過去問で繰り返し出題されているようなものですね。これを中心に学習していただければいいんじゃないかと思います。高得点は望めるような分野ではないんですね。はい、あとは次のページですけども、まあ得点戦略って書いてありますが、実は法令系が一番主体される、えー、と。 問題の数が多いんですねで得点もしやすいですどちらかといえばで目,的目標の点数としてはだいたい7割ぐらいでしょうかね7割まあいわゆる合格点と同じ7割ぐらいを一つの目安にして得点を目指してくださいで実の会計は逆にえもう少し得点を伸ばしていただく必要がありますていうか基本的には知っていれば得点できる問題が多いですから。 であと設備系はこれはやっぱり先ほど言ったようになかなか得点が難しいんですね。なので大体まあ6割前後ですかね6割弱ですかね、まあ、それでえ合格ラインには届くと思います。一、えー、つのまあ合格ラインの目安としてえ7割35点ぐらいと言いましたが、まあ、ここでは34を目標にしてもらってますけどね大体こんな配分で学習をしてってもらうといいです。 個人的にはこの法令系が一番問題の主催数も多いしここで実力の差がつきやすい問題が主催されるのでこの法令系をしっかりとマスターしていただく必要があると思いますはいそしてあと次のページですけどもあとは宅建試験とこのマンション化に適正化法あごめんなさい宅建業法と適正化法の比較ですね まあ、さっきあの法令系の中にマンション管理適正化法ってありましたが、まあ、それと他県業法との、まあ、似てるところとかいうのをご紹介しましたが、まあ、それを比較しているところです、まあ、こんな似てるところがあるんだなぐらいで構いません、まあ、実際は学習していただかないとあ,あ似てるねっていうのはわからないと思いますあと適正化法の全体構造ですね、まあ、登場人物って書いてありますが特にこの管理組合と マンション管理をする専門業者との契約、えー、この時に管理業務主任者が登場してくるわけですね先ほどご紹介した重要事項説明あと契約整理した時の署名に決めよいあともう一個ここ,ここには表してませんが実はマンションの管理ってその契約期間中マンション管理業者が直接組合側とお付き合いするわけですね。 そして一定期間ごとにどんな管理をしてきたのかっていう報告もしなきゃいけないことになってるんですでこれは宅軒の宅軒業法には宅軒士にそういう役割ってなかった、まあ、それはそうですねあの宅軒業法で扱う取引って売買とか交換とか貸借なんであの自ら売買交換する宅軒業者とすれば売ったり交換したらもうそこでお客さんとのお付き合いはなくなってしまいます。 で売買代理を受ける宅建業者も売買交換対策でその契約がお客さんの間で成立したそれでおしまいです、まあ、逆にはお客さんとはそれ以上法的な付き合いはないわけですねところがマンション管理って管理したらる間ずっとマンション管理業者と組合とでお付き合いが続きますなのでどういう管理をしてきたのかっていうことを定期的に報告するんですがその報告するのが管理業務主任者となっています はい、まあ、違いもあるんですがただシステム的には似てるところが非常に多いということですねあと166って、まあ、これマンンション管,理、えー、んなさい管理業務主任者の試験の問題一部抜粋してるんですね、まあ、別にこの時点で何か正解を出してもらわなきゃいけないとかいうのはありませんただ見ていただくと宅建業法に似てる部分があると感じていただけると思います まあこれ、今、ここで丸抜をつけてもらわなきゃいけないとか、そういう話をしてるわけじゃなく、あ、達軒試験に出ている宅軒業法の規定と似てるなっていうことをイメージしていただければいいですね。はい。はい。そして、あと、最後のスケジュールになります。8ページですね。え、先にご紹介したように、だいたい1ヶ月半ぐらい試験まであるので、まあ、その中でどうやって学習していくかっていうと、 まずあのテキストですねテキストで学習すると同時にそんなに時間があるわけでもないのでもう学習したところからそれに該当する過去問をどんどんと紹介していってください、えー、ですのでもうやってるやさっきから過去問をどんどん取り扱っていただくで全くゼロからの学習の人ではなかなか両方やっていくっていうのは難しいかもしれませんが皆さん宅建試験ででもうすでに えと似たような法律あるいは共通する、えー、法律の科目なども学習されてきてますから、まあ、その点では、まあ、インプット知識を得ると同時にアウトプット過去問の演習をどんどんしていくっていうことも可能だと思うんですね。でこれをしっかりとやっていただければ合格するのは決して難しいことではありません。あと公開模擬試験等もありますが、まあ、そこで自分の弱点発見を して、そしてさらに必要であれば補強していくということをやっていってください。ただ、そんなに余裕があるわけではないですから、まあ、しっかりと効率よくやっていくたやっていただくために、まあ、しっかりと講義を聞いていただいて、その上で問題演習をしていただくということが必要になります。まあ、例年、あの宅建試験終わった後に、この管理業務主任者の受験される方がいらっしゃるんですけども。もまあ、全員とはもちろん言いませんけどもまあ、それでも。 それなりの数の方たちがしっかり合格していってますから、えー、皆さんもぜひ学習をして、今年、えっ、ー、と、この管理業務主任者の試験にチャレンジしていくんだっていう方は、ぜひ、えっ、ー、と、レクの方の講義などを利用していただいて、えー、合格をしていただきたいと思います。はい。まあ今回、まぁ、達試験で学習していただく区分所有法の、まあ学習部分と、それからあとは、それが管理業務主任者の試験にも役立つよ。 そして今皆さんに学習していただいている「宅見試験」の学習が管理業務主任者の試験にも役立つよだから管理業務主任者の試験も学習していただきこの国家試験である管理業務主任者試験に合格してくださいという案内ででしししたた、はい、それれは以上ををもちままてガイダンスを終了いたしますお疲れ様でした。